そう。はい、どうもホワイトです。今日はここ北海道は美唄市に来ましたね。人生初美唄市ってことで、ちょっと今日はミニバスのクリニックで来てるんですけど、いよいよ遠出してきました。まずとりあえずクリニック前に1個ストバスコートも行きたいなと思って、美唄にはずっとゆかりのあるボーラーが1人いて、出会ってからずっと結構ストリートボール仲間で、北海道ストリートボール界の今は中心人物でもある大空くんがハマってるんで、そこと合流して一緒にストリートコートを楽しんでミニバスクリニックまで手伝ってもらおうかなっていうイメージでいました。山とコートと、これ贅沢なカット、マジですごいいい感じです。めちゃくちゃいいよ。さっきもう運命の再会を大空と果たしてるんで再会ですね。ファーストショットをまず決めれるから、むずい。おやってこう、安定のファーストショット。みんな言っとくよ、レーンより強いからガチで勝ちに。まずシュート勝負で勝ち数を稼いで、ワンオンは2回ぐらい負けて1勝だけして、総合成績で勝つ。ワンワンしてた。リアルな計算、リアルな計算でいきます。でもなんか見栄えがマジで新鮮。本当に見栄えがめっちゃいい。よし、はい、シュート勝負は落とせないマジで。おーい、やばい、でかい。やばい。サドンデスやん。いいね。粘るよ。ストリートコートは粘る。お、やった。うわ。あ、でかい。おお。オッケー。よし。これはでかい。入るな。これはでかい。ストリートコートは。もういいんで。風で。おお、強い。よし。うぇーい。わー、でかい。でも俺も入れる。ナイス。ナイス、流れが。なんでも別に。いいよ。いいよ。いいね。おい。一。キレキレや。おお。レベル高いなこの。えいび。おお。もうこれ以外ないやん、だって打つパターン。よし、イエス。シャレな入り方。よし、うわ、最初もこっちサイド決めれてないんで、ただ最後はこっちで決めます。
まずこれでゴグにはしとかなきゃ。よし、来たー。イエース。うまっ。2-2? 2-2 っすね。2勝2敗。ワンワン行くぜ。ああいうタイプですよ。まあもう大空は本当にね、氷の上のコートでもやってるし、ボーラーズでもめっちゃやってるし、ただ本当に大空のこの今住んでる町に来るの初めてなんで、大事なワンワンにしていきましょう。 2-2 だからね、まあ、いつも通り3回ぐらいやることになるでしょう。2勝してやる。おじゃあ、ノースリー。入った。これがホワイト。バッシュの音が体育館の同じじゃねえかよ。種類が違うね。オーケー。キック力がエグいんだけど。一生取ったぞみんな。これがストリートの可能性だよ。あ、スリーやべえ。おあーやばい。えい。イエス。うまい。おお。ナイスドラッグ。おお。テクト火花合うやん。2-0。前のイエス。ハンドル。あ、きつい。イーブン。大空は本当にエネルギッシュでいいボーラーなんですよ。大空も注目しておきましょう。でも最後勝つ。レッツゴー。で、守るよ。イエス、ナイス。面白い。うん。あー、惜しい。うまっ。うまっ。うわー。早い。これ超大事。おお、ナイス。え。おお。おい、おい。に。フェイク。おお。ナイス。いやあ。ストリートコートだとこういうことが起こる。本当それだけ。まあ、とりあえず勝ち負けも大事なんですけど、もちろん大空とビバイでバスケするの結構ずっとやりたかったから、それが叶って、まずは俺も
カメラマンのマックスも結構もう街入った瞬間から大空とバスケできるみたいなテンション上がってたからそれが本当大事よ、みんなまず楽しく。というわけでここから大空にも手伝ってもらって、ビバイの子供たちにミニバスクリニック、また、はい、ビバイでもやりましょう。とりあえずまたクリニックで、はい、